はい、あ、よいしょ、よいしょ、あ、作ったね、うん、今回はさ、いとこのさ、そうそう、ね、作ったアスパラをいっぱいいただいたからアスパラの料理です、うん、それとお隣から桜マスをいただいたの でそれのくらい、そう、今日のメインはね、実はこれかもしれないっていう、ああ、それね、うん、アスパラのポタージュ、アスパラのポタージュね、うん、うん、アスパラのポタージュ作ってみました。うん、美味しそう。ワインは、これなん？こんなワインこれはどこだっけ？オーストラリア？オーストリア、うん、オーストラリア、オーストラリアの、なんて書いてあるのかな、よくわかんない、シャルドネ、うん、はい、はい、いただきます。あ、リンゴみたいな、あ、いいんじゃない、あ、うん、いい、いい、どれ、ポタージュ、これからいってみるかな、ポタージュかい、うん、ポタージュ、どれどれ、うん、あ、おいしいわ、うん、美味しいね、うん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 、冷たくしてもいいって言ったから夏いいかもね、うん、でも夏になるともうアスパラがないか、アスパラ今の時期なんでね、うん、でも遅い方なんだよね、うん、まあでもスーパーにはいっぱい売ってるけど、うん、うん、美味しいね、うん、これは美味しい、これはね、美味しいわ、うん、うん、生クリームくるんってこうやってもいいね、うん、うん、一番上に、うん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 、あら美味しい、うん、美味しい、うん、はい、そしてこれ何？生ベーコン、うん、生ベーコンって言うけどベーコンは燻製するからベーコンなんでしょ？いや、そんなことないね、これ生ベーコンって書いてあったよ、塩豚じゃないの？熟成肉のあの本に書いてあった、塩豚じゃないんだ、ベーコンなんだ、いや、塩豚、まあ塩豚、塩だけじゃないからね、うん、あ、そう、いろいろあの、入ってるから、はい、でこれは餃子ニンニクがちびっとあったんだよね、それを卵とじにしました。それとアスパラもう一品、ごまあえにしました。ごまあえ、うん、私ごまあえ好きなの、俺も好き、ブロッコリーでも何でもごまあえにするけど今日はアスパラをごまあえにしてしまいました。ちゃんとごますりましたから、すり鉢で、うん、見た見た、すりごまは使ってませんから、見てた、うん、おいしい、うん、うん、どれ、お塩してないの、うん、こいつの塩だけだから、お肉たまに、うん、だからアスパラ3つ4つ食べたらお肉1個食べる感じ、うん、一緒に食べたらおいしい、うん、もうね、うん、味ついてるよ、肉から、うん、塩味、うん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 、美味しいよこれ、あ、うん、ついてるね、うん、うん、美味しい、もう塩豚の塩だけでさ、うん、塩振ってないのさ、うん、いい、いい、ちょうどいいっしょ、うん、うん、あ、塩豚って言ってみた、うん、よし、うん、いくよ、でね、これはね、うん、冷蔵庫の中にちっちゃくあったレタスとトマトと、うん、これ我が家で採れた三つ葉、うちのね、そこの、そう、ふき畑のふきの陰で採れる三つ葉、うん、うん、うん、香りいいね、うん、うん、
まあ、三つ葉取ってたっけ、毒ダミの匂いすごくてすぐ近くに毒ダミあるからね。そうなん、毒ダミね、パクチーと同じ匂いするんだよね、うん、あなたちょっとお塩で食べてるかな、うん、なんかさ、ちょっとさ、こう全部かけちゃうのはなんとなく悔しくない？いろんな味試したいと思う。あ、お塩もうまいよ。お塩も美味しい。うん。うん。うまっ。あとソースですね。あ、塩うまい。ちょっと出してですね。うん。そしてですね。うん。これをチュンチュンチュンとつけて、うんうんうん、うん、おいしいねこれ、うん、卵とじ、こう業者ニンニクだから、うん、強もうでもない。ちょろっとしか取ってきてないのに冷蔵庫の中でさすがに餃子にんにくかな、うん、うん、おいしい。アスパラおいしいわ。アスパラうまいね。アスパラフライ食ってみたかったのさ、うん、これは天ぷら食べたでしょ、うん、で、いろいろ焼いても食べたでしょ、うん、ああ、そうだった。フライは食べてないなと思って。すんごい山盛りパスタ、山盛りでもないな。一人前だけさ、あのもちもちパスタ残ってたじゃん、うんうんうん、あれでもらってきて、次の日かすぐ作って食べたの、うん、パスタはベーコンと、うん、さ、うん、焼いたり揚げたりするとさ、トウキビ、うん、トウキビ、焼きトウキビのさ、トウモロコシの香りするんだ、香りするんだよね、うん、うん、な、うん、やばな、これはどうなの、これなかなかうまいよ、これだいぶ匂う、いや、あっさりしてる、でもやっぱりすごいんじゃない、やっぱり、うんうんうん、うまっ、うんうん、あー、おいしいわ、うん、うん、今日も、まあ、少々だいぶ薄くしたんだけどちょっとしょっぱかったね、うんうんうん、これの方がなんか、まあ、日本酒もいっぱい飲もうと思ってるから、うんうんポタージュ美味しいわ、うん、うん、おいしいね、うん、いや今回はね、あ、牛乳じゃなくて豆乳で作ったの、うん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 、体にいいよ、いや別に牛乳は体に悪いわけじゃないけどさ私さ牛乳飲めないでしょ、飲めないとかアレルギーとかじゃなくてお腹がくる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 言っちゃって、でもポタージュとかにさ大丈夫なんだよ、キヒッとおっしゃったら結構大丈夫なんだけど、だからなんかね、だからほらあんまり得意じゃん、飲むのは別に味が嫌いなわけじゃないよ、うんうん、お腹の調子が悪くなるから嫌なんだけど、うん、だからね、だってさ牛のさってよく言う、牛肉をなあんまり甘っこい食べたらもうなんかちっちゃくさく感じてな、うん、牛乳の香りするでしょ、うん、牛乳が嫌いなわけではないんだけど、うん、飲んだらお腹がさキル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 って言うから、うん、だから人間がさ牛のおっぱいをさ分解できるわけないんだってとかってよく私言ってるけど じゃあ豆は分解できるのかどうかは知らないよ豆いいんじゃないの、うん、そう、サクラマスね、サ
タクラマスさえいただいてね、お隣で釣ってきてくださってよくいただいて、なんか冷凍庫に半身入ってるんですけど、食べなきゃダメだわ。そうだよ、あれやっぱりなんかどっかであの半身ちゃんちゃん焼きしますか。でも2人であれは大きいから、うん、誰かまあ別に切ればいいんだけどね、2人分にすればいいんだけど、まあ外ビールやるときか。ああそうだね、でも外ビール、あそうね、外ビールね、最近やってないけど外ビール、うん、今度はあれ、あ今度はジンギスカンだもんね、うん、うん、ジンギスカンの時でもいいけど、いや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 、でもちょっとジンギスカンと合わんない、うん、ダメだ。うん、おいしい。すごい練り硬いなこれ。うんね、火、うん、通ってるね、合うね、うん、おいしいよ。うん、うん、うん、これは大きくしすぎた俺。うん、うん、ない大丈夫。なんかちっちゃくした揚げ物ってあんまり好きじゃない、パサパサ感があってあんまり好き。中がさ、大きく揚げるとなんかこうジューシーふわふわになるんだよね。そうそう、中ふわふわになるでしょ、うん、まあ、あの大きく切ったの唐揚げもちっちゃく切ってあげたら簡単なんだ、カリカリなんだよ、簡単なんだけど、でもジューシーな感じがなくなるから、うんうん、いつも結構大きく切ってあげるんだよね。うまっ、おいしいね、タクラマスうまいわ、うん、おいしいわ、うん、タクラマス一匹持ってったんだけど食ったかって返事しなかったごめんね。だってあなたが帰ってくる前にそもそも私は寝たしさ。そうだよね。うん、ちょうど不在の時に取れたからね。うん。ポタージュ美味しかった。まだ？うん。これは美味しい。もうちょっと緩くてもいいんだろうね。うん、もう少しさ、あの煮る時の、そう煮る時のお水を少し増やしてもいいんだろうね。うん、昆布水さ。あともうちょっと火小さくして蒸発を分を少し少なくするか。うん、なんかそんな急激に蒸発したような感じじゃないんだ。もともとデロッとしてたんだ。うん、なんか。見てたらさ、もうちょっとこう緩かったよね、うん、感じとしては。炒めてあの昆布水入れた時に、うん、もうちょっとシャバシャバでもいい、うん、ここ昆布水がもうちょっとあってもいい、うん、できっとね、具に対して昆布水少なかったいろいろプラスプラスでいってたから、うんうん、うん、白ワイン合うよ、これすごい、このポタージュに白ワイン美味しい。これ芋だけで作ってもね、パシソワーズ、ビシソワーズ、うん、まあ冷やして食べるだったら全然、そのお芋も入って、お芋も入ってるからなんだかんだしなくても、うん、うん、玉ねぎとお芋と、うん、あのあれでもできるね、かぼちゃ、かぼちゃ、かぼちゃでももちろんかぼちゃできるし、かぼちゃのポタージュ、あのブロッコリーでもできるし、あ、できるね、枝豆でもできるし、なんでもできるんだと思う。枝豆ね、ずんだずんだポタージュ、なんか美味しいと思うよ。大根とか、あ、大根のポタージュも、もしかしたらごぼうとか美味しいのかもしれない。ごぼうちょっと土臭いけどでも美味しいかもね、うんうん、あ、ごぼうのポタージュ作ってるかも、ね、うん、ごぼうのポタージュ美味しいんじゃないかと。まあこういうのってビーツとかさ、あのピンクのポタージュができたりとかするけど、うん、色がまたいいよねこれ、うん、そうね、うん、基本のうまみ成分はあれね、昆布と炒めた玉ねぎ、そう、うんうん、ただお芋からも甘み出るし、うんうん、にあの炒めた
アスパラもすごい甘いから、うん、いやアスパラすごい甘いからね、うん、アスパラの味がすごいきちっとしている。あら美味しい。また作ろうこれ、うん、材料さえ切ってしまえばさ、うん、そんな面倒さないでしょこれ、うん、炒める前に全部切るんだよ。いや、バカになんかしてないって、バカになんかしてないけどさ、慌てるからさ、で、こけたとか言うからさ。そっか、うん、こんな慌てなくってもできるのにねと思う人がやっぱり、うん、ね、そうだね。その長いまんま揚げたかったんでしょ、アスパラだから長いまんま揚げたんだけどさ、お鍋の幅に入らないしさ。そっか、いいんだけどね、天ぷら鍋に入らなかった、うん、大丈夫だけど、ギリギリだから2本しか揚げられないのよ、一番長いところ使って。うんうん、がっかり、うん、うん、もうちょっとソース入れて、うん、長いまんまこう食べたかったわけさ、こう、うん、このいや、わかるけどこういう感じで、うん、食べて。天ぷら屋さんとか行ってもさ、アスパラ長いまんま天ぷらにしてくれたりするもんね、うん、おいしい。まあ、これ半分に切ったら揚げやすかったらね、うまいね。少しマスターのところ送ってやればよかったかな、うん、もうでも食べちゃってる、うん、2日も経ってたらダメだ、うん、やっぱり朝取れたのをそのままね、ほんとに詰めて、うん、そうそう、うん、その日のうちに届くくらいの感じで送らないと。そうだよな、で、私たちは思うけど、こうなら、これが美味しい、うん、いいんじゃない3日目ぐらいでも大丈夫。うん、うん、いや、それバカにしすぎ、うん、うん、スーパーで買うより新鮮かも。うん、ね、うん、だってスーパーさ、うん、買うときこうやって裏見て切り口見てさ、うん、ちょっとじゅわっとこうお水がある感じのやつを選んで買うけど、うん、なかなかないよ、うん、乾燥してる、うん、切り口さ、シュワってこう縮んじゃってさ、うん、シュワシュワになっちゃったやつがさ、あー、それが普通だな、うん、そう、あら、まあ東京な、特にな、うん。うん、おいしい、これ、うん、きっとさ、これさ、うん、この塩豚さ、うん、もっと細かく細く切ってさ、うん、もやしと炒めたら美味しいと思うよ、うん、うん、もやし、うん、うん、いや、そうだけど、今日はアスパラの回にしたかったんでしょ。そうだよ、だからアスパラでしょ、うん、まあこれね、やっぱりね、まあ、お塩でまた食べよう。お塩も美味しい、うん、うん、またコストコでこの塩買ってもらったんやな。まだいいよ、まだいいね、うん、1年ぐらいかかるよこれ食べるのね、うんうん、まだいいです、そんな急がなくても、うん、海の塩なんだよ、うん、シーソルト、
粒粒だからさ、あのカルパッチョとかすごいいいんだよね。いいんだよな。たださ、かけてすぐ食べないとさ、うん、溶けたら全部がすごいしょっぱくなって、まんべんなくしょっぱくなっちゃって、うんうんうん、なのでかける直、食べる直前にカリカリってかけるのがいいなと思う。うん、カルパッチョはね、サクサクするのいいもんね。うんうん、うん、うん、三つ葉おいしい。おいしいね。うん、怖いね、こごみいっぱいもらってね。うん、ほんだ。あ、こごみは食べちゃったの？いや、まだ味噌汁一回分ある。うん、ごめんの、その、ごまえも美味しかったでしょ。うん、ごまえと酢味噌あえ作ったんだけど、うんうん、うん、うん、虫歯でかいあの、ちっちゃい、背が低いから取ってきたまま、切りもしないで入れましたうん、ろくだめ体にいいらしいぞ。お茶にしたらいいけど、生で食べてもいいのかね。いいね、パクチー臭いやつ。ろくだめの天ぷらとか。パクチーの天ぷら、うん、パクチーが生春巻きに入ってても食べれるけど、うんうん、だからってすごい、わしわしはなんかあの追いパクチーとかして食べるぐらい好きかって言われたらそんなことはない。ほんとパクチー臭いよな、ドクダミな、うん、一回サラダで食べたんだよな、うんうん、サラダにして食べてみたけどさ、うん、なかなかいないと思う、ドクダミサラダで食べるすごいパクチー臭かった、うん、そう、うん、もう何、ああ骨全部、中骨ね、うん、うん、毛抜きで抜いてくれたから、うんうん、ふわふわだ、うん、おいしいね、おいしいね、うん、うちもらい物多いよね。うん、多いと思う。芋も今金の。そう、もらい物で、実家から玉ねぎもらい、うん、で、アスパラはいただき物なので、餃子ニンニクは抜いてきて、抜いてきて、三つ葉も抜いてきて、抜いてきて、うん、ね、ナスはいただき物で、うん、そうなの、うちね、我が家ね、なんかこう食べるものの材料のいただき物ね、できたものじゃなくてね、そうそうそう、うん、それで全然いいんだけど、それがいいのさ、うん、好きなようにして食べれるじゃん、うんうん、できたものだったらね、うんうん、ちょっと好みに合わない時もあるし、うん、うん、いいんだけど、これはでもそれぞれじゃない、うん、ね、いや、こんな風にして食べるんだって思うこともあるし、あ、そうだよね、うん、それはね、私は発見もある、うんうん、これちょっとソース買うしてあげるかな、うん、うん、うまい、なんて美味しい日本酒飲んだことないんだよ。日本酒ね。
まあライスワインがさ、まあ今世界にこうやって出ていってるけどさ、これでもさ、ビールとワインに比べたらさ、本当に少ないじゃん。そうだよね、うん、結構黄色いねこれ。うん、いやそうでもないけど、あ、私もういいよ、2杯とか言って。なんだろうこれ。もういい、もう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 、結構美味しかった。美味しいワインだよ、うん、そのアオリンゴみたいな。シャルドネさ、なんかすっきりしすぎるシャルドネはさって思うけど、うん、でも美味しかったこのシャルドネ。タルコもするし、うん、うん、なんかあのリンゴ、うんうん、青リンゴ、うん、和牛の寿司食べた、うん、うん、めっちゃ飛んでった。最後に行くじゃんけんじゅうけん。ハブの回数でしょ。うんうん、お肉や、お肉、うんうん、ローズマリーとセージ。うーん、そんなにでもローズマリー臭くないよ。ローズマリーから知ってる、ね、すごい臭くないよって、うん、私さ、あのちょっとならいいんだけど、タイムがたくさん入ったやつあんまり好きじゃないかもしんない。うん、あ、タイム、タイムも入ってるから、うん、タイム臭いやつじゃん。 でもタイムの方はあっさりしてるんだよね、清涼感って。うん、なんだろうね、セージは大丈夫なんだけど、うん、何の時だろう、なんかの時にこれタイム臭いなとかっていうのはおいしい、うん、みんなおいしい、うまいね、うん、あ、ポケットポッキーのこと、おいしいわ、うん、うん、おいしい。暑いね、暑くない？うん、すごい暑い。あなたも汗かいてるよ、じわじわ。あったかい料理食べたら汗かく。うん、いや、アスパラのフライもうまいね。おいしいね、うん、日本酒飲むかな。うん、飲んだね、うん、はあ、凍っちゃってるか。え、冷凍庫、あ、いや凍らないよそう簡単には。全然凍らない。うん、ワイン凍らせたことはあるけど、日本酒凍らせたことあんまりない。これいつ買ったんだっけ？ジョーさん行った時。竹島。これはあのジャパンプラウド。うん、
ジョーさんで何買った？ああ、そう、超オーロク買ったしょ？そう。で、あの時のために買ったしょ？日本酒の会の時のために。うん、で、あなたは歌しろと何出した？うん、なんか歌しろとあれ、K。あ、K 出したの。K か、そうか、そうか。K と歌しろ。K と超オーロクとこれ買ったんだ。うん。竹一番って初めて飲む。うん、そう。こんな感じなの。何の別に色ついてなく、香りもそんなにせず。おう、甘いな。あー、でもプラス3だから辛口なんだよ。辛口っていうか、うん、うん、うん、甘いな甘く感じるね、うん、プラス3にしては甘い感じがするね。マイナス2感じるちょっと甘いけど、うんうん、ああ、まあまあ美味しいよ、うんうん、なんかさ、うん、豊かさんはさ、きっとさ、うんうん、私たちがさ、行ったらさ、うん、ここんちにはこれでってみたいなの、なんかもう決まってたりするけどさ、そこまでではないね。そこまで通ってないもんね、うん、これ買ったとこは。オーロク、まずはオーロクは買うけど、うん、オーロクを買うために行くみたいなところあるじゃない、あそこ。だ、黒龍とかはあそこだけど、黒龍もいい酒なんだよな、うん、何だっけ、天ぷら、うん、もうさ、ミシュランとかでね、みんなさ、なんかそのこの YouTube とか見てたらさ、日本食食べたらおいしいおいしい言ってくれるけどさ、ミシュランとかでさ、そんな3つだ4つだつくとこないでしょ、そんなにね。まあね、うん、あ、そのミシュランでさ、3つだ4つだついてるさ、うん、その本場のね、うん、フレンチとか、フレンチとかってさ、うん、どんだけ美味しいんだろうね。どうなんだろうな、うん、ね、うみんな美味しそうに食べるのよ、このね、うん、でさ、みんなさ、お箸の使い方すっごい上手だと思うな。まあ練習してくんじゃない。なんかさ、日本人のさ、下手くそな人より上手じゃない、お箸の使い方。日本行くんだからと思って練習してくんじゃない。そうか、たださ、なんかあの娘がね、2、3週間さ、あのニュージーにさ、うんうんうん、短期で行ったんだよね、うんうん、語学の学校にも通って、うんうん、その時さ、あのお土産、そのホームステイ、あのするから、うんうん、
あ、持っていくのにか。そう、お土産を手ぬぐい、日本の手ぬぐいとお箸を持たせたんだよ、ご家族分。あ、はいはいはい、で娘さんが2人いて、お父さんとお母さんがいてってお家だったから、それぞれに手ぬぐいと、うんうん、でね、忍者の柄の手ぬぐいをお父さん用にと思って、あとはお母さんにはこれ、子供たちにはこれと思ったけど、うん、そこはなんか好みがあって、あ、うん、子供たちにはお母さんに行ったりとかいろんなことがあったんだけど、で、あの綺麗なお箸を持たせたんだよね、うん、そしたら意外とそのヌードル、ラーメンみたいなヌードルを食べているのがあって、うんうんうん、結構お箸たくさん使ってたって言ってた。でお箸ね結構使ってたけど、そのほら綺麗なちゃんとあのお父さんとお母さん目音で買ったりとかして持たせたから、で お箸もそのお父さんとお母さんにお揃いの目音箸を買って、うんうん、子供たちにもってこうやって女の子だからと思って買ったんだけど、それもねこうシャッフルになったみたいで、これがいい、あれがいいになったみたいで。でそのお箸はまあそうなんだけど、うん、誰のお箸っていうわけじゃないんだねきっとね、うんうん、っていうお箸はね結構使ってたよって言って、うん、日本だけじゃないからね、中華料理。そうだね、中華料理もお箸だもんね。あと韓国、韓国もお箸だね。あとはどうなんだろう、あの東南アジアとか。そうなんだ。ベトナムとかさ、うん、あのフォーとか食べるお箸だよね、うん、なんかあの辺もお箸だよね多分ね、うんブリシャブ食べてると思う。マンマミーヤ。私さ朝ごはんす、あ、お昼ごはんすごい食べたでしょ私たち、うんうん、あなたその後にさ、なんかさバームクーヘン、そうバームクーヘンとかさ食べてたけどさ、あの無印のさ、うん、私それも食べられないで、おやつ全然食べられなくって、うん、まだでもお腹結構それない、そんな空いてない。あ、そう、うん、なんて結構お腹いっぱいだったよ、うん、多かったもん、あのお昼ごはん。二号体ってさ、うん、あの親子丼、うん、一合ずつ食べたんだよね。ご飯も一合ずつだけど、具も多かったのよ、すごく。なんかちょっと作りすぎちゃって。いや、ちょうどよかったよ、俺。後からまた乗っけて。いや、もうね、もう私あれパンパンでね、残そうかと思うぐらいパンパンだったんだよね。すごい昼寝した。気持ちよかった。お腹いっぱいで。私はその後に、うん、なんかちょっと YouTube とかなんだかを見ながらゆっくりしました。いやでもね気持ちよかったよ、すごい。お腹満たされてお昼寝して、いや美味しかった。もうそろそろいいじゃないですか。ねえ、なんか日本酒も美味しいよ。まだ飲むけどね、うん、これとこれ日本酒。いやでも全部日本酒とかでも全然大丈夫。これやっぱ餃子ニンニクはちょっときついな、うん、でもな、日本酒万能だよね、うんうん、日本酒万能だと思うんだよ、うん、卵はさ、やっぱりさ、お出汁がないとお酒にダメだな、うんうん、目玉焼きで飲めるお酒はね、ビールしかない私。ああ、ビールいいね、うん、
ビールと目玉焼きはいいけど、うん、目玉焼きと日本酒とかは絶対ダメ。大丈夫よ。いやだ、いやだ。お醤油で食べるんだ。いやだ。うん、卵とお酒はそうなんか難しいんだよ。ああ、卵焼きはね日本酒でしょ。お出汁入ってるしょ、うん。だし巻きと日本酒は OK だけど。うん、スクランブルエッグとかな。ああちょっとね。とにかくワインとかビールとかな。そうなん。お酒とね卵は難しいよ。さあ、それではそれではだね。たくさん食べたアスパラ。いやお腹いっぱい。まだまだあるんだよアスパラ。アスパラこれで今日何十本ぐらい使った？これ20。いやいや俺後から。25本ぐらい。30本ぐらい30本ぐらい、うん、これで20本ぐらい、うん、17、8本だと思う。まあまあ50本ぐらいだな、ね、それで、うん、それでこれが10本でしょ。これは太いやつね、太いやつ12本、うん、12本12本で、でこれに6本、6本、うん、太いやつ6本使ってる。だから何だ、12の6、18、18の30、40、あら58本もの食べたい。そう60本こんな細いのはあるからね、ね、細いのと太いの合わせて60本のアスパラを本日消費いたしました。太いの18本はね。はい、どうもどうも、はい、どうもごちそうさまでした。まだ100本以上あると思うんだよ。